はい、お疲れ様です。元光です。時事ニュースの炎チャンネルになります。今回の話なんですけど。ツイ ついフ,フェミさんがまたいちゃもんつけて、えー、やらかしてるよっていうようなお話になるんですけどすごい炎上してね話題になってるんですよで一体それなんでかっていうとですね今回ねその問題を起こしてるルドルフさんっていうねついフェミさんなんですけどこの人がね今いろいろいちゃもんつけてでその後ね自分のミスとかいろんなことしてあのみんなから突っ込まれまくるんですよねわあなんだお前みたいなことを言われて最終的にその結果ねあのー、こんなことを白状しちゃうんですよこれはフェミニストの活動とかじゃなくてただただ、えー、気に食わないものにいちゃもん つけけてててて騒ぎ立ててるだけなんんですすよよっ白状しちゃうんですよね、えー。フェミニストさん、<laughs> いや、バイよ。自分たちの活動じゃないよ。俺が気に食わないだけなんだよ。まあ、俺なのかな私なのかちょっとわかんないんですけど、あの気に食わないだけなんだって言ってるんですよね。で、最終的にですね、フェミニストの人からも見捨てられて、あいつと私は違うとか、あのあんなやつと一緒にしないでくれ、フェミニストみたいなことに言われてたりするんですよね。まあ、なので、その一部事情をね、ちょっとお話していこうかなと思います。はい。元道のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思っい。 まあねあの、結構ね、話すと長くなっていくんで、サクサクっと見ていこうと思うんですけど、まずですね、そのルドルフさん、どんな人なのか、どんだけついふみさんとして有名なのかっていうところなんですけど、これね、都リンカさんの時にも結構問題になっててですね、えー、こんなことをね、都リンカさんの話で言ってたんですよ。とりあえず、人間として存在しない、所属タレントに対する権利侵害というのは全く通らないよ。おっしゃる通り、このアカウントは人権を持つ人間がやってるので、君らが 私にやっているのが誹謗・中傷というの方が、えー、よっぽど先に来るということで。 あのこの上の方が都城凛花さんね所属タレントに対する権利侵害というのはないよただ、えー、こ,この下は自分のことを言ってて自分への,あの誹謗中傷とかは、えー、ちゃんと効果があるんだよ権利があるんだよっていうふうなわけの分からないことを言ってるんですよ都城凛花さんも VTuber で権利あるからね、うん、でそれについて話してるんですけどすごいなかの都城凛花という存在は別のパーソナリティを持つ人間によってプログラムされたものであって実在しない架空の存在なんだよいい加減に現実に 目を向けなさいよとかって言ってるんですけどちょっとちょっと待てよ えターミネーターかなんかなの、東條凛果さんって。いやちゃんと中の人もいますからね。だから人としてね、権利があるわけですよ、東條凛果ちゃんにも、うん。で、本当に意味がわからんが、私のアカウントをやってる人間は存在するが、東上,あ東上なんとかという VTuber は実在しないじゃないのとい、私は存在するけど、東上凛果は存在しないとか、わけわかんないことを言ってるんですよね。両方 SNS 上でアカウントを持って、誰かがあの発信してるものなんで、別に誰かね、後ろに人がいるわけですよ。まあ、そういういねわけの わからないちょっとね、あの、ゆがんだ、なんだろうあの、解釈のしてるような人なんですよね。まあ、ここら辺からもなんとなくお察しって感じがするんですけど、まあ、とりあえずね、このまとめてあったね、東リンカさんの話の時はね、えー、リツイートといいねさせていただきますね。あ、本当にですね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。まあ、こんなことをね、言ってるような人なんですよ。ちょっとね、んみたいな人なんですけど、今回、えー、ね、問題になったのがな何なのかっていうとこんな感じなんですよね。えー、この下のもの 引用してるようなな感じなんですけどこのリオカさんって方かなエッシーさん、イラストレーターの方なんですけど、おてんばだった幼なじみと、まあ、こうまる、えー、コーヒー店でデートしてみたっていうね、ツイッターで、まあ、ショート漫画みたいなものをね、書いてたんですよ。で、えー、こんな感じでね、幼なじみの、ね、女の子かな、まあ、と一緒にこうーここうーんコーヒー店ね、でご飯を食べた時の話で、こんな感じでカツサンドが書かれてたんですよ、漫画に。それに対して、サイゼリアの時も、だけど、食べ物を。 もう少し美味しそうに描けばいいのにってまあ文句を言ってるんですよね <laughs>。このことについて。それ以外の人物描写や店舗描写がより適当になっているのは目をつむるとしてって言ってまあ絵についてあの否定的なことを言ってたんですよ。これ以外にもいっぱいあって最終的にここでねすごくあの批判を受けることになっちゃったんですよ。これだけだったらまあそこまでおかしいわけじゃないんですけどまあ前後があったりねしてここにねまあなんでお前がそんなことを文句言うんだよみたいなことを言われちゃうんですよね。うん でそれぐらいまでだったらまあまあまだ許せたんですけどその後ですよこんな感じで、えー、っとしつこく粘着するんですよそのイラストレーターの方にね、えー、切作に貴重なご意見いただきましてありがとうございますってイラストレーターさん言ってるんですけど仕事の合間に睡眠時間を削り短時間で書いている作品でなかなか時間が取れず恐縮ですがコメントいただいて感謝いたします参考にさせていただければと思いますということでこの方ねまああのー、なんだろう ちゃんとメインの作品があって、その間で今回ね、えツイッター用にショート漫画みたいなのを書いたから、そこまでちょっと時間が避けてなかったらごめんなさい、すいませんみたいなことを言ってて、だったらその後ね、こんな感じで返していくんですよ。それなら、あの状態で急にそんな急いでアップする必要なかったんじゃないですか。仕事絡んでない興味の、あ趣味のことなんだから手を抜かずに頑張らないと、とタモリも言ってましたとかって、めちゃめちゃ粘着するんですよ。で、その後もね、ちゃんと対応するんですけど、イラストレーターの方も。うん。あの、こんな感じで、ずっと と粘着しまくるんすよ。まあちょっとね、細かいことはね、もう見ないんですけど、あの、もともとまたリツイートしとくんで見てください。これ、こんな感じでむちゃむちゃ粘着するんすよ。やばくないですかはい。まあとにかく、お前もうちょっとね、あの、イラストレーターなら本気で書けよとかって、なんかやたらと文句言うわけですよ。 で、これがちょっとあまりにもひどいということで、また批判を受けるんですよね。についてといいねさせていただきます。で、さらにですね、まあ、のイラストがね、あの雑だっていうこと、プラス、こんなことも言い始めるんですよ。批判イコール攻撃と捉えてしまう内部さは無論のこと。今群がってる人たちは、ほぼ例外なく、サイゼリヤやコメダのデートで満足し、ラッキースケベで胸を揉まれて笑って主人公を支える。俺たちにとって究極に都合のいい幼なじみが否定されたから湧き上がってるんだというのは、各 していいるととうことでなんか、わのからないことを言ってるんんですよなんかこのルドルフさんに、あのイラストレーターに、そんなひどいことばっか言うなよっていうふうな批判に対してですね、なぜか、そのなんかお、お前らはみんなスケベなやつで、それを否定されたから、お前ら怒ってんだろうって、わけのわからないことを言い始めるんですよ。ん ちょっとさっぱりわかんないんですけど、で、さらに、あ忘れちゃいけない。パイスラという要素もあった。これらが全部森になっている、俺たちの大好きなやつが食べ物の絵という、絡み手から批判されたのが許せないんだろうね。あのカツパン絵はうまいと反論してくるやつはほぼ皆無だしっていうふうに言ってるんですけど、いや、うまいかどうかじゃなくて、そんなひどいこと言うなよってみんな批判をしてるわけですよ。で、なぜか、なんかその、写ってる女性 お否定されたくないだけだろうとかってわけのわからないね、えー、言い分をつけてくるんですよ。なぜかフェミ寄りのことにくっつけてくるんですよね。<laughs> ちょっとびっくりで。で、あのー、まあ、これ文句言ってるだけなのかもしれないですけど、この人も一応フォロワーがね、えー、1500人ぐらいいるのかなツイッターで。まあ、そのせいで、まあ、その信者的、信者なのかなまあ、そのによりのフェミニストよりの人がいるわけですよ。その人もこうしてくるわけですね。カタコリさんっていうのかなカタコリちゃんっていうのかなペンネームをパイスラ大好きマンとかにしてみたらどうだろう熱い思いというか、執着 は感じたっていうことをね、あのー、これ、連帯してくるわけですよ、この漫画のことについてね。いえ、ちょっと待って。もうこれ、ただの悪口だと思うんですけどね。あの批判でも何でもなくなってきてる本当に。で、最終的にね、なぜか噛みついてきた人がいるけど、この人の作品傾向からして、パイスラー絶対好きでしょ。あんだけそんな書き方しないと、意見があっても自分の思いを貫いて書いてるわけだからさ、っていうことで、なんか勝手な思い込みで、うん、なんか、パイスラー大好きマンとかっていうペンネームにしろよとかってむちゃくちゃ言ってくるんですよ。 えもうねこれ本当にこれこそまさに誹謗中傷だと思うんですけどね本光、まあ、こんな感じでねそれぐらい影響力があるんですよ。 この人がい,いちいちね、文句言うことだけで。うん、で、そこですさらにさらに批判がまた集まってですね、最終的にこんな行動に出るんですよ、ルドルフさん。ルドルフ、ラッセンディル、エッシさんをディスって自分の方がうまく書けると豪語しておいて、やったことは写真のトレースの上、加工もアプリのワンタッチ、そしてそれがバレてツイート削除、もう完璧すぎて何も言えないということで、あどういうことって、まあ、ちょっと写真一つ一つ見ていこうと思うんですけど、私はプロのイラストレーターでも何でもないんで、 見せないけど頑張ったら普通にこれより上手く描けるとは思うがっていうね一応イラストレーサーさんのね文句言ってて「お前描けるのかよ」って。 めっちゃあの批判が来たわけです。で、私はね、あの素人だけど、あれよりはまともに書けるよ、みたいな。素人目にも適当すぎない、あの、カツサンドの絵は、とかって言い出したんですよね。おいおい、じゃあお前書いてみろよ、というような話になっちゃったんですよ。で、そしてあげたのがこれですね。やってみました。まあ、これを元にちょっと手を加えればという話で、実際そんな話でし感じでしょう。あれって言って、簡単に俺書けちゃったよ、みたいなね、風に書いてきたんですよ、カツサンドの絵を。 おなんかっぽい感じで見えてるんですけどただこれがねあこのカツサンドの写真を撮ってその後あの漫画カメラ、まあ、こんなアプリがあるらしくて。 これで加工することによって、なんか、絵のタッチみたいになるらしいんですよ。イラストになるらしくて。なんか、すごいアプリあるんですね。元光も知らなかったんですけど、これちょっと面白そうなんで、普通に撮ってみたいですけどね。まあ、これで、なんか、作った絵だっただけだったっていうのがね、ばれちゃうんですよ。ドーンとかって書いてるんですけど、全部ばれちゃって、で、最終的にね、のそのツイート削除しちゃうんですよ。<laughs> だから俺の方が描けるよって言いながら結局ねトレスしたパクってきたねパクってきたというかあの自分で書いてもない絵をねあの出してえー、なんかす削除して炎上しちゃうんすよ完全に嘘ついて見えを張ろうとしてたんですよねしかもそれバレてツイート削除ってもうね完全に あれなんですよ。あれ。ま <laughs>、やばすぎるよね <laughs>。まあ、ということでね、リツイートといいね、させていただきますね <laughs>。こんな感じで、ものすごく炎上したんですよ。お前なんか、でかい口ばっか叩いてさ、結局自分がやろうとしたら嘘ばっか並べてこんなわけのわからないことね、えー、熱としてんのかよみたいなね、言われちゃうわけですよね。そりゃ叩かれるよ。うん。で、その結果で、ね、まあ、こういうことも言われちゃうんですよ。 フェミキシのルドルフ、絵師が個人的に気に食わないからイチャモンつけて騒ぎ立てていたことを認めるということで、フェミニストとしての活動でも何でもなく、批判でも何でもなく、ただただ個人的に気に食わないからイチャモンつけてね、炎上させて、その絵師さんをね、陥れるようなことをしてたって自分で白状しちゃうんですよ。えー、最初から最後まで見てもっていうことでね、こんな意見をもらってたみたいなんですけど、ルドルフさん、ご自身が気に食わないからイチャモンつけて騒ぎ立ててるようにしか見えないんですよねっていうのはね、こんな風 に言われててそれに対してルドルフさんが、そうですよ、それに何か問題があって。いや、問題しかないよ。あのそんな感じでエイさんをね、陥れる。まあ、それなりに、まあ、なんだろう、1500人ぐらいはフォロワーいるんで、影響力もあるわけじゃないですか。で、それでね、陥れるようなことをしてるっていうのは、非常にひどいことだと思うんですけどね。うん、個人的に気に食わないから、あいつ、あいつの絵はもう、とにかく文句言おうぜ、みたいな。 いやあ、迷惑行為でしょ、完全に。まあ、ちょっとこちらもね、リツイートといいねさせていただくんですけど、これかなり問題ですよ。 でえっ、ー、と、こちらとかね、情報量が多すぎてわからないですけど、何がどう、揚げ足取りなんですかっていうことで、さっきのね、あのツイートの流れ、ここに書いてるんですけど、その後、えー、こういうのを揚げ足取りって言うよねっていうふうに言ってるんですよ。揚げ足取りでもなんでもないよ。あなたが、まあ、個人的にね、気に食わないから、いちゃもんつけて、文句言って、それで、あの、問題を起こしてたわけですよね。あ、ちょっと、ちょっと待ってね。こちら、リツイートといいね、させていただきますね。で、もう、とにかく、なんか、揚げ足だろ。お前らね、言ってること、ぐちゃぐちゃだよとかって言ってる んですけど、まあとにかくこれでものすごく炎上しちゃったんですよ。そのせいで途中ねあの連帯してたフェミニストさん、もうあの肩こりちゃん、肩こりちゃんもなんかあのやつ知らねえよ、私と一緒にしないでくれよみたいになってるみたいで。 仲良く AC いじめをしていたフェミニストのルドルフ氏と慢性肩こり腰痛チャン氏打ち際騒動に発展するということでこんな感じでね、あのー、その慢性肩こりちゃんに、あのー、こういう質問があったんですよルドルフもあなたも風俗の面倒な客って感じですねって言ったらルドルフの意味のわからなさと一緒にされるの困る方向性が違うのよって言ってて <laughs> あんなやつと一緒にしないでくれって言ってるんですよね同じフェミでもねでごめんなさいね意味わからなくてっていうふうに言っててなんか謝ってるんですよさらにですね この人の「欠けら」からの気候のせいでエスカレートした人が私に突撃してきてるから本当に迷惑っていうことで「かけら」って言ってね先ほどあのイラストで描けるよって言ってで結局漫画アプリとか使ってあのつ造してたっていうことで、ねまあ、トレースしてたっていうことがすごいねあのお前なんでこんなやつっていうことで話題になってこの肩こりちゃんにもあの連絡がいってるみたいなんですよねでごめんはおかけしますしかし私は間違ったことは言ってませんし言動の切り取りでエスカレートした人たちの問題で だって私に言われましたもんって,ちょっと待ってよこの人、ルドルフさんがイエシさんにめちゃめちゃ文句ばっか言って始まったことなんですよ、今回のこと。なんでこの人があの周りのせいにばっかするので、自分が言ってることは全部あの批判っていう体にして、周りから来るあのなんだろう、えー、ツイートとかは全部誹謗中傷だみたいな感じで言ってくるんですよね。ちょっとそれが意味わかんないんですよ。 はいまあ、こっちらも、ね、ちょっとリツイートといいねさせていただきますね。その結果ですね、こうなりました。フェミニキシのルドルフ氏、ついに身内から見捨てられるということで、フォロー外したわーっていうことでね、<laughs> フェミニストからもあの見捨てられるような形になっちゃったんですよ。まあ、そりゃそうだよね。まあ、いろいろ言ってる意味もわからないですし、最終的にね、このなんか漫画のアプリ使って、熱臓してくるっていうのは、本当ひどいと、元三ツは思うんですけどね、はいまあ。ということで、今回ね、このルドルフさん、すごい炎上してるよというようなお話でした。まあ、ただ、ねこの が慢性肩こり腰痛ちゃんもちょっと言い過ぎてるんでここも問題かなと本光は思いますはいということで、ね、皆さんの意見も、ね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います本光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました